シルショ、本名、シルヒハルトゥニャンは、アルメニアの歌手である。シルショ、セルビアのベオグラードで行われた、ユーロビジョンソングコンテスト2008にて、ソビエト連邦、アルメニアソビエト社会主義共和国の首都、イエレバンに、芸能人の両親のもとに生まれた。父親は、俳優、監督であり、母親は歌手であり、共に、 アルメニア名誉芸術家となっている7歳の時に歌唱、作詞、作曲を始め、9歳にして自ら作詞、作曲し、歌った、ルシバッツが賞を受けた。2000年、13歳の時に、初のソロアルバム、シルショを制作、発売し、北米や中近東、ヨーロッパの各国をツアーした。2005年には2枚目のアルバム、シェラムを発売し、 アルメニア国家音楽賞にてアルバムは年間最優秀アルバム、また自身は年間最優秀女性アーティストの賞を受けた。また、2006年にはモスクワでの在ロシアアルメニア人ディアスポラ音楽賞にて年間最優秀女性アーティストの賞を受けた。2007年には3枚目のアルバム、 ヒマを発売し、また在米アルメニア人ディアスポラによるアルメニア音楽賞及びアルメニア金星賞で年間最優秀女性アーティストとなった。2008年にはアルメニア国家音楽賞で再び年間最優秀女性アーティストとなった。セルビアのベオグラードで開かれるユーロビジョンソングコンテストの2008年大会にアルメニア代表として参加し、H.A. デルホバギミアンと 共同で制作した楽曲、QA, LA, QA, LA を歌った。楽曲は準決勝を2位で通過し、決勝で4位となる大健闘を見せ、ヨーロッパ各国で人気となった。また、同2007年大会と2009年大会では、アルメニアの投票結果を会場に伝える、スポークスパーソンを務めた。QA, LA, QA, LA のギリシャでの人気から、シルショは、 初めてのギリシャ語の楽曲、エロータスを制作し、アルメニア、ギリシャとキプロスで発売した。また2009年には、同じく、ユーロビジョンソングコンテストの2008年大会に、それぞれイスラエル代表と、セルビア代表として参加したボアズ・マウダ、イエレナ・トマシェビッチとの共作、タイムズ・プレイも制作している。ユーロビジョンソングコンテスト2009年大会では、 アルメニア代表のインガーアヌシュの楽曲が紹介される前の短編ビデオに法的にはアゼルバイジャン領とされアルメニアとの間で軽装のあるナゴルノカラバフにある我らの山を含めることをめぐって騒動に発展した。シルショはこの年の大会のアルメニアの投票結果をモスクワの会場に伝える場面で我らの山が映されたボードを手に持ちこれを何度も画面上に見せた。 ありがとうございます。